こんにちは、花の根元ガーデンチャンネルです。今日は3月の園芸情報を紹介したいと思います。2月にも紹介したんですけど、2月はジャガイモとかダリアとかを紹介しました。まあ、植え時自体はダリアにしてもジャガイモにしてもこの3月中旬以降、だいぶ気温がね上がってきた頃がいいんですけども、物がね今年非常に少なかったので、2月に購入しておいてくださいよってことをご紹介してました。3月なんですけども、もう3月からは本当に忙しくて、忙しいっていうのがもう植物がいっぱい入ってくるので、何がおすすめとかってちょっと、もう整理できないぐらい、本当に幅広くあるんですけど、その中でも、よりすぐりのものを今回、この動画でギュッと凝縮してご紹介したいなと思います。もし、これから園芸を始めたいっていう方で、何を買ったらいいのかなとか、迷われている方がいらっしゃったら、この動画を参考にお買い物していただけたらなっていうふうに思います。では、早速、行きたいと思います。まず、もう一番初めに、もうこれ絶対見てほしいというか、購入の検討していただきたいのが、宿根草です。宿根草は本当にいいです。で、宿根草って、まあ、球根、チューリップと同じように、まあ、和製というか、早く出回るものから、中盤、遅く、最後、4月下旬とかから、売り場に並べるものが結構、時期によって変わってきます。で、この3月の時期に、まあ、おすすめっていう植物が、まあ、ここにも置いてある、ジキタリスとか、が、非常に、ラベンダーですね。がおすすめです。あと、デルフィニウムですね。っていうのがおすすめです。特に、このジキタリスとかデルフィニウムっていうのは、草丈が1メートルぐらい伸びるものなんですね。これは、どんどん、草丈が伸びるので、流通自体も、4月、5月になれば減っていきます。なので、この時期、早い時期に、早めに購入いただく方がいいかなっていうふうに思います。デルフィニウムジキタリウス。高生種と言われる草丈が伸びるもの、かつ4月に開花するような品種は、早めに購入いただく方がいいかなと思います。ジキタリス、デルフィニウムも花の大和オンラインショップでは、10品種ぐらい扱ってるので、よかったら、ぜひ購入してみてください。あと、まあ、一つ、うんちくで言っておくと、デルフィニウム、ラベルの裏とかにね、草丈書いてます、ジキタリスも。で、1メートルぐらいとか書いてるんですけど、4月、まあ3月、4月に植えるデルフィニウムっていうのは、草丈が出ません。出ないっていうのは、ラベル通りに草丈大きくなりません。なんでかっていうと、本来は宿根草って、秋に植えて、根をしっかり張って、翌年の4月に咲くパフォーマンスが、ラベル裏に書いてる草丈であったりとか花なので、今年、この小さいポットで、この秋、冬を過ごしてます。ですので、これを植え替えて、植えてあげても、草丈大きくなりにくくなります。なので、1年目は、ちょっとコンパクトなものが楽しめるかな、っていうふうに思います。2年目以降はしっかり草丈が、根っこが張るので、草丈が出ると思います。ちなみに、長野県でこれ生産してるんですけど、見てください。もうね、このまま売り場に並んでても、もう、ポットかなと思うぐらいの根の張り。もう形もできちゃってます。すごくないですか、これ。これ、よくある方。よし、YouTube 見て、宿根草買おうと思って買いました。まあ、時期によって生育状況違うんで、一概に言えませんけど、花根元の宿根草って結構根張りがいいです。ものがいいです。で、こんなものが届いた、買ったって場合は、このまま植えちゃうと、もう、置いても崩れないぐらいになっちゃってるんで、根っこが裾に張らないです。張らないってことは、根張りが悪くて、生育しにくくなるんで、根張りが良くなるように、根っこを、ぐちゃぐちゃぐちゃと、ほぐしてあげます。これほぐすって作業です。これ底をまず取りました。で、横とかも、もう、ほんとね、ハサミとかで、こう線、縦に線入れて、ぐちゃぐちゃにしてあげるぐらい、やってあげてください。こうすることによって、植物って、まあ、回復しよう。
生存生きようと思って、さらに根をぐっと張らせます。そうすることによって根張りが良くよりなりますし、生育の活性化にもつながるというところで、よくこのまま植えちゃう方、ポッと出しているんですけど、必ずほぐしてから、植えてあげてください。植物とか状態によっては、全然根が張ってないものもあるんで、そういうものはあまり崩しちゃうと、逆に株痛めちゃうんで、こういうがっちり張ってるものはほぐしてあげるといいです。ちょっと長くなっちゃいましたね。もう、一本目から。続いてこの、ラベンダー。ラベンダーはもう結構早めの展開が多いです。3月。2月3月頃から売り場に並んでます。これも、結構草丈というか成長が早いので、早めにご購入いただいたらいいかなと。花直人の方でもラベンダー何品種か扱ってるんですけども、特に、バイオレットメモリー。これは、もう花の香りがめちゃくちゃダントツいいです、これは。ぜひ、一度。これは、3年ぐらい前からオンラインショップが3年ぐらい前からか。やったんですけど、本当に在庫が品薄で人気なぐらい。今はちょっと生産増やして作ってもらってるんで、だいぶ対応できるようになってるんですけども、よかったら、9センチの方と、13.5 かな ?15 センチかな大鉢の方の企画もありますんで、よかったら、見てみてください。続いて、まあ、出根草のくくりなり行くと、この、アスチルベ、チョコレート将軍。これもめちゃくちゃ人気。結構、毎回売り切れますね、こちらの方も。よかったら、検索してみてください。宿根草でもう一個。山アジサイ。これさっき言った類のもので、まあ、アスチルベとかもそうなんですけど、特に山アジサイは、宿根草の、まあ、売り場で並ぶ時期で言うと、一番奥手、遅い時期に売り場に並ぶ品種です。さっき言ったジキタリスとか、デリフィニウムは結構早めに3月とかに売り場並んでるんですけど、山アジサイ系は、だいたい導入が4月下旬ぐらいから5月にかけてなんで、ちょっと遅い時期のものです。その中でも、花の根元、今年13品種、15品種ぐらい扱ってるんですけど、この御殿場錦がもう本当に、これ、一鉢、鉢でもいいんで、一回やってみてください。めちゃくちゃ綺麗です。斑入りの葉っぱなんですよね。これはちょっと、今年山アジサイチャレンジしようかなっていう方にはおすすめだと思います。数も少ないんで、花の根元でオンラインショップで並んでます。よかったら見てください。まあ、あと、宿根草のくくりで言うと、このクリスマスローズですね。これ。これも、もう見てください。もう、ポットの中で、花咲いちゃうぐらい、ものいいんですよ、実はこれ。しっかりしてて。ね。もう、崩れない。もう花も咲いてます。もうこういうの買っていただいたら、もう来年大鉢ですよね、こんだけで。こういうものが、今、まだ花の根元のオンラインショップのクリスマスローズ扱ってます。ちょっとね、時期としてはもう今が開花期なんで、これからはもう終わりの時期になっていくんですけど、またこういうものも実は隠れ商品としてあるので、こういう株買っといてもらう方が、来年しか咲きます。で、結構、鉢、ポットで買う方いらっしゃるんですけど、全然いいんですけど、その年咲かないんですよね、実際。なんでこういう大きくなってる、終わりのものを買って、来年用にやっていただくと、花が期待できるんで非常にいいかなっていうふうに思います。ただまあ、夏越しだけね、クリスマスローズは、暑さにそんなに強くないんで、日陰に植えるとか、鉢に植えて、日陰で管理するとかってことはお願いしたいと思います。はい。まあ今、宿根草という括りで一つ。二つ目が、これ以前にも紹介したんですけど、盆栽桜。なんだかな。旭山です。これ、さくちゃんの YouTube 動画でもやって結構皆さん見ていただいてコメントも多かったんですけど、桜ってね、もう大きくなるイメージなんですけど、これ、今年は、今年っていうのがポイントなんですけど、今年は、この小さいサイズで花が咲きます。なんで、まだ間に合いますよ。今買ってもらうと、4月ぐらいに、家の中で、机の上でお花見できます。ちょっと外出大変だなとか、私花粉症とか、時間がなくてとか、小さいお子さんがいてとかっていう方は、この盆栽桜だったら、家でお花見できます。ぜひこれ一回やってみてください。
詳しい詳細は、花の歌ガーデンチャンネルの過去動画でも載っているので、また、概要欄の方にですね、上げておきます。で、これ、1年目は小さく咲きます。で、ほっとくと大きくなるんで、大きくしたい方はこのまま地植えしていただいてもいいし、鉢植えでしていただいても大きくなっていきます。で、このままコンパクトにする方法もあります。この方法は、その過去動画をぜひご覧いただけたらいいかなと思います。これも今、この3月にご購入いただくのがベストだと思います。ぜひ、在庫のある限りよろしくお願いします。まあ、最後、3つ目は果樹なんですけども、その中でも特に今人気なのがこの1本で実のなるキウイ。これニューエメラルドっていう品種なんですけど、これやっぱり今、人気です。オンラインショップでもね、トップクラスに今よく売れてるものなんですけど、これもなかなか数多くないです。本当に、オンラインショップ向けの商材だなってつくづく思います。なかなかクオリティに出回らないんで、一本で実がなるっていうのがまずポイントですね。これはぜひ、まあ、果樹初めてやろうかなっていう方は、この、キウイか、シャインマスカットですね、今。鉢植えでできます。まあ、ブドウもできるんですけど、鉢植えで今、サグちゃんが動画で別動画でやってます。そちらの方もぜひ見ていただいて、ブドウか、このキウイ。ちょっと、難しいなって思う方が多いんですけど、まあ、レモンとかに比べるとね、レモンって植えとけばいいんで、ほぼ。ちょっとこっちはね、剪定とかいろいろいるんですけども、そんなに難しくないです。こういうのもまた動画で紹介していくんで、よかったら、ぜひ、こちらの方もやっていただけたらなっていうふうに思います。果樹自体が、だいたいこの2月3月に売り場にも、フルラインナップでこの時期に一番並びます。で、4月、5月、6月にかけて物が減っていくんで、今この時期にオンラインショップもそうですし、お近くの小売店さん見ていただいた方が、いろんな品種並んでるんで、時期が遅くなればなるほど物が減っていきます。特に花の山とオンラインショップでは、レモンのリノカとか結構人気なんですけど、そういうものって、小売店に一部並びます。並ぶんですけど、4月、5月になればやっぱ売れていっちゃうんで、早めにね、いいものが見つかったら購入いただいた方がいいかなっていうふうに思います。はい。今回、まあ、3月の植物情報をご紹介しました。もうこういうものたくさんあるので、まあ、近くの小売店にぜひ足運んでいただきたいですし、ちょっとね、そういう足がないとか、時間がないという方は、花の山とオンラインショップの方でもこういう商品たくさん取り扱っているので、見ていただけたらなっていうふうに思います。まあ、3月はこういう果樹、花木、花苗が、まあいいと思います。すいません、花苗というかね、こういう野菜、花苗とかが。で、4月からは、野菜苗が始まります。こっからまた忙しくなるんです。格段に。ペースが、ギアがぐっと上がるんで、まあ、この段階で、3月の段階でお花苗とか、ちょっと心に余裕を持って、時間に余裕を持って、揃えておいてもらって、4月から忙しくなる野菜苗の方に準備いただけたらな、っていうふうに思います。また4月は4月で、野菜の植え付けとかをいろいろやっていこうかなと思うので、そちらの方も、ぜひ、見ていただけたらなと思います。今回の動画が参考になったなっていう方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いしたいと思います。先ほども言ったように、花の山とオンラインショップではたくさんの植物を取り扱っております。花の山とオンラインショップの会員登録いただくと、初回1000ポイントの、1000円分のポイントが付与されますので、ぜひ、お得にお買い物してください。この YouTube の方でも、特化企画とか、ちょっと上店長っていうのが言うんですけど、上店長が、まあもう特別、大特価セールとかっていうのもやってますので、そういうのもね、クーポンが発行されたりとか、めちゃくちゃ安く買い物できる時もあるので、このちょっと動画の方は欠かさず見ていただけたらと思います。一応年上げてからめちゃくちゃ頻度上げてて、投稿。今のところ、ほぼ毎日。ほぼ毎日上げてます。インスタグラムの方も、インスタグラムの方もほぼ毎日更新してますので、ぜひフォロー、いいね、チャンネル登録、インスタグラムも、YouTube の方もよろしくお願いしたいと思います。何か、まあ、リクエスト動画ですね、あれば、コメント欄の方にお願いしたいと思います。では、以上になります。ありがとうございました。